400年以上の歴史を持つ伝統工芸品、博多人形の若手人形師らのグループが来年1月、ガチャガチャと呼ばれるカプセル入りおもちゃ販売機で小さな博多人形を販売する。人形は通常の作品に比べて6分の1程度の約5センチ。1回1万円で限定35個を販売する。博多人形の出荷額が落ち込む中、人形師たちは、人形に興味を持つきっかけになってほしい、と期待。それぞれの技術を直径7センチのカプセルの中に詰め込む。11月22日、福岡県太宰府市の工房で、博多人形師の西山陽一さん、38、は小さな粘土に向かっていた。大黒天を正面に据えた、三面大黒天。普段は使わない爪楊枝や竹串も用い、細部を仕上げる。西山さんは、通常の人形作りに比べても繊細な作業が多い。技術力が試されるだけに挑戦しがいがある、と話す。